こんにちは、ミスターマイアさん。そして動画をご覧の皆様。今回はですね、お金の話をさせていただきますね。かなり、えー、勉強になるお金の話だと思いますので、しっかりと聞いていただきたいと思います。えー、その前にですね、えー、深草さんから、ミスターマイアさんからご質問がありました。バランスボールと、あとお金の勉強ですよね。この YouTube チャンネルを私の即果塾の塾生さんからね、えー、見ていただいたということでございます。一つバランスボールなんですけども、バランスボール私もやってるんですよ。ちょっと見てください。これあるでしょ、ボールが。 はい、これはですね三重県のひろこさんから頂い,いたんですけどもバランスボールのインストラクターさんで,で、えー、とこのねそっか塾の中でもバランスボールをね、えー、もう,こうインストラクティングしていただいて、えー、三重にみんなでね全国から集まってバランスボールオフ会っていうのをやったことあるんですよ。そののきっっかけっていうのが私が私ねたたまたま 三重県に行って、まあ、たまたまではないんですけどねバランスボールをやろうと思って行ったわけではないんですけどもたまたまオフ会で三重県に行った時にひろこさんの家に招かれてそこでバランスボールをねちょっと体験する時間があったんですよで私はそれまで自分の腰痛の問題を人に話したことはなかったんですよずっと一人で、えーまあ、悩んではいないんですけどもあ腰痛が始まったなっていうふうに覚悟して日々生きてたんですよねところがこれを期待したわけではないですしひろこさんに言ったわけでもないんですけどもバランスボールのこうね えー、講義を受けて一緒に体験して1時間ぐらいねやったんですよ何年かかででバランスボールプレゼントで頂い,いてじゃあ思い出しながら1週間ぐらいバランスボールに乗りながらこうやって動画放送とかしたんですよだから私の動画って結構、ね、弾んでると思うんですよいつもバランスボール乗ってるんで今回は畳の上に座ってますけどねで1週間ぐらいバランスボールを教わった通りにやっているとなんかね気づいたことがありましたそれはですね腰痛が消えたってことなんですよですんで感動してあこれ腰痛消えましたよって 私ひろこさんに腰痛がひどいんですけどって言ったことはないんですよ。人にも言ったことがないんですよ。ずーっと私は起きる時に腰が痛いんだけどなーっていう感じで一人で自分の中でずーっと思ってたんですよね。これ覚悟してました。もうしょうがないなと思いましてね。ところがバランスボールに乗ったらこうね自分のこう何ですかね体がまっすぐになったんですよね。腰痛吹き飛んだんですよ。未だに腰が全然痛くないです。ということで私はバランスボールによってはか、えー、らずも腰痛から解放されたということでね。 素晴らしいなと思って放送していると、あ自分も腰が痛いんでみたいな感じで集まってきた方が20人ぐらい、えー、三重県の方に集まってね、え1、ー、泊2日でバランスボールオフ会をやって、みんな健康ハッピーハッピーということになりましたんで、<laughs> ミスターマイアミさんにもおすすめします。はい。そしてもう一つが、ネオ FP の。 お金の勉強ですね。彼はファイナンシャルプランナーのサラリーマンという側面も持ってますので、まあ勉強になると思います。えー、ぜひね、これからも見てあげてください。えー、中にはね、ちょっとね、大丈夫かなみたいなね、結構際どい投資とかの話も出てきますけども、そういうのも込みではファイナンシャルプランニングですから。で、全ての投資話とかビジネスにはリスクヘッジが必要なんですよ。そのことも彼は話してると思います。まあ私のね、さすが弟子だなというところで、暴走はしないようにしてますよね、彼はね。うん。でも失敗することもあります。そうなんですよ。 あのどんな人もそうですけどもこんな投資話があるよこんなビジネスがあるよっていっても100%完全に結果を保証できる人ってのは地上に一人もいないんですよまあそういう意味で言うとある時期はうまくいくけどもある時期から限りが,限りが出てくるってのを覚悟しながら聞いたり見たり参加したりしてくださいねえー、以上でございますではお金の話していきますさあ皆さんね、えー、学生の頃小学校中学校高校とねお金の話ってどうですか学校で聞いたことあります 私はねあるんですよ。というのも授業の中ではなくて、えー、社会かなんかの授業の雑談の中でです。でも授業中に行われてたんで雑談といえどもその中で私が小学校56年生の時に聞いたんですけども。あの障害年収っていう 表現がされてたんですけども大体一人の人がもうお前たちがこれから将来ね二十歳過ぎて社会に出て働くようになったら大体一生で3億円ぐらい稼ぐっていうふうに今ではね考えられてるんだよっていうふうに先生に聞きました。あ、3億円自分でも稼げるんだ って感じでしたね。それまで小学生の間の単位っていうのは100万円っていうのが1単位だったんで億っていう金額っていうの想像がつかなかったんですよねで100万円のあ100倍が1億円なんだそれの3倍が3億円なんだっていうふうに思ってました、うん、なるほど3億円なのかって感じですよねその次に聞いたのが定年退職っていうのがあるよって聞いたんですよだいたい60歳ぐらいまで定年退職してそっから第2の人生って言って自分の好きなことをやったりとか家族と一緒に過ごしたりみたいなねそんな暮らしが待ってるんだよっていうふうに聞きました その時聞いたのがおそらくなんですけども60歳を過ぎたらそうなるって聞いたんですよですから私たちが働けるのって大体二十歳前後から60歳までの40年間っていう風なねことをぼんやりと聞いてましたねこれもだから多分授業の中の雑談レベルですでそうなってくると60歳から大体90歳100歳まで生きないけども私平均年齢は知らなかったんですけどね90歳ぐらいまではぼんやり生きるんじゃないかな30年ぐらいが第二の人生があるのかなっていうふうに考えてたんですよで3つ目なんですけども月収についてです 月収っていうのは大体20歳では月収20万30歳では月収30万っていうふうに年齢に応じた月収がもらえるといいんではないかなっていうふうに先生に聞きましたはい、ここまで求めますと私が受けた小中高の中でのお金の話っていうのは大体生涯賃金が3億円だよってことと大体定年退職っていうのは60歳で来るよっていうのとあとは月収っていうのが年齢とイコールだったらいいんじゃないかなみたいなパッパッパーと2、3分で済むようなねこういうキーワード3つだけだったんですよ でも、ここでですね、そのキーワードをどういうふうに私が考えたかっていうと、これからお話します。障害賃金が3億円ってことは、じゃあ、3億円持ってる人は、一生働かなくてもいいっていうふうなね、ゴールが決まったんですよ。あ三3億円あったら、生まれながらにして、我が家に3億円あったら、就職する必要もないし、就職しないと思ったら、あ学校に行く必要もないし、受験勉強もいらないなと。 思ったんですよねあとは好奇心のままに学んだりとか職場を選ぶことができるなと思ったんですよ。ほうと思いました。これがだから障害賃金3億円っていう言葉から私が受け取ったことなんですよ。次、定年退職。60歳から90歳ぐらいまで定年退職の第二の人生が始まるとしたらその間に使うお金っていくらぐらいかなーって考えたんですよ。ぼんやりとですけども 年間で400万ぐらいいるとしたら30年間で1億2,000万ああなるほどじゃあ障害賃金3億円としたら残り1億8,000万を20歳から60歳の間で使っていくのかなーって思ったんですよねはい次月収ですじゃあ月収がですね20歳の時に20万60歳の定年退職ギリギリで月収で60万だとしたら年収で1,200万かうんーってことを考えると20歳では年収で240万 60歳で定年年退職ギリギリには年収 1, 万これをバツンと平均値に直すとどうかなって考えた時にこの40年間でいろんな年収があるけどもパタッと折り込んでみるとうん確かにねこれはねこういうふうに考えられるんですよ。40歳ちょうど年齢の真ん中で40歳だから万万を12ヶ月なんで万ですよねだから平均、えー、年収が480万で私は40年間働くんだなって考えた時に。 うん、ちょっととおかしいぞと20歳から60歳までのうちに3億円稼ごうとしたら平均年収は750万じゃないといけないのにこのまんま年齢イコール月収だったら480万しかいかないからこれ3億円稼ぐの無理だなと思ったんですよ。ここれ私がが私ね小学校5 6年生でで考えたことなんですよそれは何でそういうふうに考えたかというと単純で。 3億円の障害賃金だよってことと、天然退職60歳だよってことと、月収イコール年齢っていうのがあるよっていうの、この3つの言葉を聞いただけで、パパパっと私はそういうふうに思いついたんですよね。だからこれが、いまだに続く私のお金の勉強の、まあね、全てです。 これ以外はないですお金の勉強でも十分でしたこれで私は早めに3億円稼ごうと思いましたし定年退職が60歳から90歳ってことは早めに稼いでドラップアウトすれば例えば40代で定年退職してしまったら40代から90歳までの50年間をただお金を使うだけの人生になるからもっと稼がないとなって3億円じゃ足りないなって発想になりましたそして月収イコール年齢ですけども最低はこれはいるなと思ったんですよで20歳で 月収20万っていうのは、うん、まあな,ない話ではないなと思いましたけども30歳で30万月収これもまあない話ではないかなと小学生の私は考えましたでもですね50歳で年収500あ50万かこれは言ってない人が結構いるなってことに気がつきましたなぜなら50歳で部長職とか管理職とか役員になる方っていうのは一部だからですよほとんどの方は平か課長かそれ以下の役職なんですよねそう考えた時に、はあ 確かに就職っっていいいうのは結構危ななかししと思いましたね。就職する以上頑張って競争に勝ち抜いて、まあ、20歳前後で就職したにしても30年かけて50歳になっても一部の人しか部長職になれない役員職になれない月収50万以上にならないんだなと思ったら会社員っていう道はないなと思いましたね。ででも自分で会社を始めれば、 その日から社長だなと思ったんで給料高いんじゃないかなと思いましたこの辺が小学校っぽい発想ですよね社長になったらみんな月収百万とか思っちゃったんですよねそうではなかったんですよねこの勘違いのまま私は進めましたということで小学校5,6年生の時の平凡な公立小学校に通っていた私の発想っていうのは皆さんとどういう風うに変わったかなっていうところですよね、えー、今回は以上ですけども小学校の時皆さんどういう風うにね お金ってものを考えていたのかな？っていうふうなことはちょっと聞いてみたいかなと思いますえー。今回は以上です。